文化の魅力を若い世代から発信しようと、中学生が伝統芸能の阿波人形浄瑠璃について紹介する催しが徳島市で行われました。催しは人形浄瑠璃を上演している徳島市の阿波十郎兵衛屋敷で行われ、伝統文化の発信役として徳島県が任命した阿波っ子文化大使の6人の中学生が参加しました。中学生たちは観光客らに、野外の舞台は観客席との距離が遠いので人形が大きめに作られているなど、阿波人形浄瑠璃の特徴を紹介しました。光沢のある塗りの人形を使い、離れた観客席からも人形が見えるように工夫されています。こういうのは初めてです。大変いいことだと思います。こんな仕事というか体験していて、徳島でいい街なんだよと全国に PR していけたらいいと思います。